カンムリウミスズメは、長高地鳥目ウミスズメかウミスズメ属に分類される、鳥類。大韓民国南部、日本非繁殖期に、トカチ沖や、キリタップ沖、ラウス沖などで、観察例があり、繁殖期になると南下すると考えられている。日本では、石川県、福岡県、宮崎県、山口県、伊豆半島、伊豆諸島、駿河湾、伊勢湾、若狭湾などで、 繁殖例がある。日本国内では、最北の繁殖地は七津島、最南の繁殖地は鳥島、最大の繁殖地は美老島。大韓民国では、全羅南道窮屈諸島で繁殖例がある。全長24から25センチメートル、翼長12.3センチメートル、体重164グラム、喉の黒色部は海ズメと比較すると小型。 くちばしは、海鈴と比較するとより長く、色彩は、青灰色。夏はは、頭頂の羽毛が3から5センチメートルまで伸長し、和妙の由来になっている。潜水して、主に魚類を食べる。繁殖様式は卵生。海鈴属では本種のみ断流域で繁殖する。12月に繁殖地に飛来し、岩礁海岸の断崖や、斜面などに、集団で映像する。 岩の隙間や割れ目、草原にの間などに3から4月上旬に1個の卵を1週間の間隔を空け2回に分けて産む。2日ごとに私有交代で放卵し、放卵期間は1ヶ月。ヒナは2羽がほぼ同時に孵化し、孵化してから1から2日で巣立つ。ヒナは親に呼ばれ、崖を転がり落ち海へ向かう。怪我の心配もあるが、ヒナは体重が軽く怪我。 たくさん生えておりこの毛がクッションの代わりをし岩にぶつかっても大丈夫だという。種商業はミージャズームは海スズメのゴキ。ネズミ類やカラス類などによる捕食により生息数が減少している。釣り人などの海洋レジャーによる繁殖地への上陸及び破壊によっても生息数が減少している。投棄されたゴミに捕食者が誘引、増加するという問題もある。 漁業での刺し網による根核などでも生息数は減少している。過去には卵も含めた採集や狩猟によっても生息数が減少した。油流出による影響も懸念されている。日本では国の天然記念物に指定され、多くの繁殖地が国の鳥獣保護区に指定されている。絶滅危惧痛類、ありがとうございます。